こんにちは、モルブです。今回は先日オレオが病院に行ってきたので、その時のレポートをしたいと思います。以前から目がね、少し飛び出てるように見えていて、顔立ちが変わったように見えていたので、それが気になって病院にね、早めに連れて行こうと思いました。最近本当に暑くて、なかなかちょっとお外に出るのもかわいそうだなと思っていたので、ちょっと行かなかったんですけど、いや、これなるべく早い方がいいなと思って、うんちとかおしっこは特に問題なかったんですけど、なんとなく元気がないような気がしていたので、なのでね、早めに行こうと思いました。暑さ対策バッチリして病院に向かいました。その初めて行く病院だったんですね。チェックが、亡くなったチェックなんですけど、行ってた病院とはまた違う病院に今回は行きました。その前に行ってた病院の先生から、ここの病院いいですよって紹介してもらっていたので、なのでもう今回は最初からね、そこに行こうと決めていました。担当してもらった獣医さんが女性の先生だったんですけど、すごくね、優しくて、オレオのこと可愛い可愛いって言ってくれる先生でした。ひっくり返されてもね、全然動じなかったんですよね。オレオもすごく気を許してる感じに見えました。で、目の突出のことをね、聞いてみたんですけど、そしたらね、眼圧の検査があって、そこでやってもらうことができました。眼圧を測ったんですけど、この子の場合は、特にね、問題なくどっちの目も正常値でした。で、今ちょっと 見えないんですけど、左の目の方が目が突出してるように見えていたので、確かにそっちの左目の方が若干眼圧が高かったんですけど、ただね、正常の範囲内だというふうにおっしゃっていました。ただ今完全に安心できるっていうわけじゃなくて、これからどん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 ね、状態が悪くなっていくって可能性もあるので、まあ一応ちゃんと様子を見ながら飼育をしてくださいということをおっしゃってました。で、もしもっと気になるようだったら、眼圧の検査だけじゃなくて、目のね、専門のお医者さんも常勤の先生じゃないんですけどいるそうなので、その人に聞いてみたらどうかっていうことも案内してくれました。だからすごく本当に充実してますよね。そんな部分的なこう専門の先生までいるなんて、かなり安心できるなと思いましたね。でね、そのまま帰るのもなんだなと思って、一応他のところも見てもらったんですけど、そしたらね、ひっくり返された時に分かったんですけど、オレオね、結構毛玉がお尻についてたんですよ。ね、モルちゃん飼ってる方だったら、ぜひ知らない方はチェックしてもらいたいなと思うんですけど、お尻のところにちょっと塊がある場合があるんですよ。で、それって糞が溜まってたりとか、あとは毛玉がね、溜まってる場合があるので、ちょっとね、ちょくちょく見てあげた方がいいみたいですね。で、そのね、お尻についた毛玉をね、グリグリグリっと綿棒で取ってくれたんですよ。もうすごいごっそり出てきました。あ、これが詰まってたんだと思って。でね、家に帰ってきてみたら、なんだかね、元気になってたんですよね、次の日。だからもしかしたら、その毛玉が溜まってたせいで、なんとなくこう気持ち悪かったり、お腹の調子が悪かったのかなと、ちょっと糞のね、出方が悪くなっちゃってたのかなとか、全然糞の量も普通だなと思ってたんですけど、それでもね、かなりその毛玉が溜まってたので、もしね、見たことないなって人は、ちょっとお尻のところを注意して見てあげてもいいんじゃないかなと思います。ルリ君もね、見てみたら毛玉ついてました。取ってあげたんですけど、もうすぐにポロッと取れます。結構匂います。はい、今回の診療代はこのような感じになっております。初診料が2970円、眼圧の検査が2200円、合計で5170円でした。もしね、まだ病院にかかったことがなくて、診療代どのくらいなのか気になる方もいるかなと思うんですが、
まあ、大体これ以下になるってことはないかなと思います。保険に入ってなければぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回はオレオの診断内容と診療代をお話ししました。普段のモルブではモルちゃんのお散歩の様子だったりとか、あと爪の切り方だったりお掃除方法だったりとか、そういうことを更新してますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録と、あとお知らせボタンも押しておいてほしいなと思います。ということで今回も見ていただいてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムもやってるのでそちらもぜひフォローお願いします。それではバイバーイ。困ってる口に。